やつ自身の能力は具現化した本に他人の能力を封じ込め、さらに自在に引き出し使えるというもの。しかしその代償として引き出した能力を使う際は、常にその本を手にしていなければならない。引き出したマントも具現化系、攻撃の気配がほとんどないにもかかわらず、奴が間合いを詰めようとしていたところを見ると、わしに接近して発動する性質の防御型かカウンター型の能力じゃろう。故に離れて戦いは恐るに足らん。そして隙を見て取れ。恐ろしいじいさんだ。一瞬にしてこっちの狙いは全て見切られたか。生け捕りは無理かな。本を閉じると引き出した能力も消えるわけだ。それにしても大した使い手だ。親父の攻撃を紙一重でかわしながら、俺への警戒も全く怠らない。あの時より体術はさらに向上している。確かに秘めた能力が未知数である以上、命を賭して動きを止めない限り確実には仕留められない。今じゃやれ。うん。